朝起きたらまず一番初めにやることはテレビのスイッチを押すこと。画面の時間を横目で見ながら朝の支度をする毎日です。天気よは晴れか曇りか、傘は今日はいりませんか。今日の夕方は7時までに帰ってあの番組を見ましょう。全国産テレビは産声を上げた。街頭テレビはたくさんの人々の熱狂であふれ、高度成長期とともに一家に一台、白黒カラカラの時代へ。現在もテレビは日進月歩の進化を続ける。2011年には地上デジタル化の波が押し寄せる。面倒くさがり屋でアナログ人間の僕はこの時代の流れの速さに一体ついて行けるのだろうか。僕の毎日は愛も変わらず今でもテレビを抜きではとっても語れません。新聞を読む時も後ろのテレビ欄から見ることが日常になっています。録画やたくさんのボタン、マニュアル片手にアクセント。僕の人生はあれやこれや言いながらテレビと一緒に歩んでゆくでしょう。地デジ地デジ地デジの時代がもう間もなくそこまで来ています。地デジ地デジ地デジの足音は僕をわずかも待ってはくれません。地デジ地デジ地デジの幕開けは新たなテレビの歴史を作るでしょう。